200系203東武200系電車は、かつて、東武鉄道に在籍していた、路面電車車両。1954年に、日光機動線向けに申請された連接車である。1953年の100系導入により、近代化が進められた日光機動線であったが、多客時の輸送用に残存していた従来車を完全に淘汰し、合わせて輸送力増強を図るべく、より収容力の大きな本形式が申請されることとなった。1954年に201から206の6編成が宇都宮車両及び汽車製造東京支店で申請された。湘南型の正面形状と基本的な構造は100型に準じているが、2車体3台車の連接構造とされ定員が100系の96名から150名へと約 1.5 倍に増強されたことが最大の特徴である。連接部分は広幅間通路とされ、渡り板を段差のない円形の特殊形状としたこともあって、一体感のある車内とされている。車掌台側から見た200系。東武博物館の保存者客用扉は1、編成あたり片側3カ所で、窓配置は 1D5D1、3D31D と左右非対称設計となっている。またこの関係で隣接して、客用扉のない車掌台側には乗務員扉が設けられており、これに続く側窓1枚も構えからだがこの部分より絞られる、などの構造的な制約から、隣接する3枚の側窓が、間柱の幅を 80mm で、等間隔としていたのに対し、180mm と、やや幅広の間柱を置いている。客用扉は100型と同様、運転台寄りの1箇所のみが2枚連接構造の引き戸で、他2箇所は通常の1枚引き戸とされ、側面窓枠はいずれも木製の2段窓である。車内はロングシート仕様で、室内灯は白熱灯、内張りは木製にすぬり、床はリノリウム張りであった。車体塗装は100型と同一の単緑地に、朱色の帯を巻き、側面窓枠を朱色としたものとされている。主電動機は補え、極め付きの直流直巻き式整粒子電動機である、東洋電機製造製 TDK-532A-C で、波数比は 4.5、駆動装置は吊り掛け式である。各電動機の定格出力は100系用の TDK-532B と同一であるが、連接車となったことから、両端の台車に2機ずつ、合計4機搭載され、2機ずつ、直列接続を行うために、巻線の接続を変えて、電流量をおよそ倍に増大、端子電圧を、半分の 300V に設定している。制御機は、日光機動線発の間接自動制御方式が採用され、東洋電機製造 ES-200 に電動カム軸式制御機が搭載されている。この ES-200 には、勾配対策として、電気制動を持ち、制御段数は立交、制動とも13段、前述の通り主電動機を2基直列に接続したものを2群並列接続し、速度制御は、自家、並列切り替えと抵抗制御のみで、弱め開示は行わない。台車は100型と同型の強力中鋼による一体、鋳造台車枠を備える住友金属製系 S-40J であるが、当時の路面電車用台車としては珍しく、ブレーキシリンダーが、台車枠外側に設置されている。合わせて、ブレーキシリンダーの数も1台車あたり2基に増強されている。制動装置は、電気制動連動の SME、D 非常間付直通空気ブレーキで、前述の通り制動力確保のため、各台車にブレーキシリンダーを装加しているため、中継弁を併用する。集電装置は、東洋電機製造 BC-3 ビューゲルを、各車体1機ずつ搭載し、原則として2機とも上昇させて使用していた。これは、通常のビューゲルと異なり、上部に関節を設けて追従性を改善したもので、ある。登場後は100型と共に通勤、通学、そして観光輸送の足として運用された。また本形式は、団体輸送等貸し切り列車運行の際には、その収容力の大きさを生かして優先的に使用されていた。なお、本形式の運行時には運転手は、当初同線の旧型車や100系同様に立って、乗務に着いたがすぐに運転台に、事務用の椅子を設置して座って乗務するよう、変更された。これは100型とワイパーの取り付け位置が異なり、立って運転すると、降雨、降雪時に著しく視界が不良になるためである。車掌は2人乗務し、1人は前寄り車体の車掌台で客扱いを行い、もう1人は後寄り車体の運転台で扉扱いを行う体制であった。1968年の日光機動線廃止に伴い全車廃車され、車齢14年と経年は低かったものの、100系のように他社へ譲渡されることなく大半の車両が解体処分された。しかし203のみは民間に引き取られた後、1981年3月にオープンした東武動物公園にて展示保存されることとなり、車内外を整備の上同所に移設された。さらに1989年には、同年5月にオープンした東武博物館に移設され、同所の展示物として、現在も生態保存されている。本形式は1編成1両の扱いを受け、編成前後の車体が同一の車番を称していた。正面窓が左側の2段上昇窓を含めて H5 無視時とされ、窓上隅に R が付けられているため印象は若干異なる。最も自重は15トンから26トンと約 73% 増加している。逆側は D13、D3.1、D5、D1。端子電圧 300V 時1時間定格出力 45kW、900rpm。87A から 166A に増大した。運転台の主幹制御機は ES-59A。電気制動動作時の発生電圧を引き落とすための対策とみられる。東武鉄道での形式称号は100系用の T-52 に対し T-53M と T-53A を呼称した。両端台車には主電動機が2個内がかりで搭載されているため、また中間連接台車は保守管理の都合上、100系のようにブレーキシリンダーを台車枠内側に収めることができなかったためである。なお、100型は1台車あたり、主電動機1機搭載で、付随車軸側に空きスペースがあり、ここにブレーキシリンダーを装架している。現役当時とは、前小灯、標識灯の塗り分けが若干異なっている。また、以前は正面左側開閉窓の窓枠が、側面窓枠と同じく朱色に塗られていたが、こちらは2007年頃に、現役当時と同じ単緑に塗り直された。ありがとうございます。